こんばんは、えー、元スロープロのヨッシーです 今回はですね、私が提供させていただくワイド予想の,その予想の仕組みについてお話ししたいと思います。よく期待値という言葉を私はよく使うんですけど、こちらですね、スロットで勝つ上でも非常に重要な考え方であります。その期待値というものをおかけてで,ですね、競馬でもプラスシュ値上げようというような予想スタイルになっています。で、えーと、私の実際に配信している予想のシミュレーション結果ですね、こちらはどういう条件で、 どういう馬研修で、えー、どういう印の馬の時に、えー、こういうような状態こういうような感じで私はワイドというワイドというものでだいたい1点から2点多い時で4点というような少ない点数で収益を上げていくという方法に収益、えーえー、を上げていく方法を提供しております。えー、こちらの えー、実際に見てもらえば分かるんですけど、えー、こちらですね、508レース、えー、こちらですね、古いもので、昨年、えー、2012年ですね、正月から、えー、検証を始めてというか、まあ、それ以前のデータがちょっとないんですけど、えー、検証を始めて、シスイさんに基づいてですね、あの、えー、印を打っていくんですよ、ターゲット版で。で、えー、印を打っていって、えー、この印から軸にして、 え紐にを流すと2点3点流した時にえどういった危険者の結果が出るのかというのをいろいろシミュレーションした結果 まあ、回収率120%、非常に優秀、特にスロットなんかで,です、ねえー、機械割が120%あればもう誰でも飛びつくと、えー、みんな必死に探すというぐらい非常にスルーな数字ですのでそれ以上の結果をあんまり求める気はないんであのでそれ以上やっちゃうとです、ね、この的中率こちら30.9%になってるんですけど的中率を落とさないといけないとやはりです、ね、競馬というのは,やはりあの当てないとまず始まらないと。 でやはりどうしてもそのメンタルが弱い方というのは的中率が本当に10%を切ってくるとやはりその何十連敗ということに遭遇してしまってどうしても、えー、淡々と、えー、この 私が提供する、えー、その、ワイド予想を買い続けることができなくて、あの、期待値を追っかけられない。逆には収益を上げられないということがあり、あの、あ,のありえますので、まあ、この30%ぐらいが一番いいのではないかな。というふうに考え、まあ、このワイド予想を提供しております。はい。で、実際のシミュレーションの仕方ではあるんですが、えー、こちら、ワイド以外でもできるわけです。例えばですね、えっ、ー、と、こちらの、そうですね、えっ、ー、と、私が主に、あの、 打っている20丸の印と、まあ、別の指数差っていうものを組み合わせて馬連に流したときは、えー、一体どういうふうな結果が出るんやというような感じになったときに馬連でこの馬20丸、まあ、馬印1っていうところから P1 っていうところの2頭に流すとでこれが被った場合は軸あの1頭つまり買い目は1点ということになるんですけどその、えー、とずっと,ずっとその印を打ってる期間中買い続けた場合に一体どういった結果が出るかっていうのを今こので JRA のターゲット版が計算しててくれているんですね。でこういうのを検証していった中でやはりですね検証数が多いというのは信頼に値すると逆に言えば例えば13レースしか検証してないのに回収率が380%だったからそこでは市場にいいものかと言われるとそうではないのに ですはいえー、こちらはですね、まあ、生まれんで、まあ、ず雑と直しただけでも解消率が102%なんでしかも2000レースも検証しているとこちらが、えー、20レースで102%だったら、えーそれえー、信頼性がないとだからでもしょうがないんですけど、えー、2000レース検証していると2000レースも検証すれば、まあ、これがさすがにマグマやマグロではないと。 ましてや私が打ってる印というのは基本的に人の感情というものが入っておりませんソフトであったり競馬ソフトであったり指数というものを使って印を打っていますのでいわゆる人の感情とかが入らないんですね例えば馬のパドックなんかも気にしないですしなので、まあ、一定的に機械的に買い物を出しているということで多少やはりですねあの馬券で え、飯を送っているプロの方に比べれば、回収率も劣りますし、適中率も劣るかもしれません。ただですね、あの、どうしても、あの、そのような方の予想というのは、なかなか手に入らないと、手に入ったとしても高額だったと、今後、え、結果が出る保証があるかどうかわからないということなんですが、私の場合はですね、もっと機械的に2000レース、まあ、ワイド予想は実際500レースぐらいの検証しているんですが、検証して、まあ、プラス中止になっていると。 でそれからあと500レース検証しておのマイス、大幅なマイナスになるということを考えづらい,いと、えー、こちらの考え方を分かってくださる、まあ、スロットで勝っている方なら、私の考え方について、大抵の方は賛同してくれてはいるんですが、えー、そのような方にです、ね、ぜひワイドバ,ーシワイドバーケン、えーまあ、ワイド予想をです、ね、受け取っていただいて、まあ、1ヶ月間、えー、無料で提供はいたします。えー、過去には、えー、半年間無料で提供させていただきましたで、えー。収支もしっかりプラ収支になったと。ちょっと最近 がちょっと不調が続いてて、回収率が108%ぐらいにはなってしまってはいるんですけど、もうおそらく、限りなく120%に近づいていくのではないかと思っております。はい、以上が私のシミュレーション、バーゲット版を使った馬券シミュレーションのやり方ですね。まあ、こちらに参同していただける方は、ぜひですね、1ヶ月間まずはお試しで予想を受けてもらえばいいかなというふうに思います。